テルマトサウルスは、白亜気候期に生息した規定的なハドロサウルス科の恐竜の属の一つである。比較的小型のハドロサウルス類であり、体長は約5メートルである。化石は、現在のルーマニアで発見された。復元図、テルマトソリストランスルベイニカスの椎骨1895年に、数人の農民が、両種の娘であるイロナノプシャに、彼らが、 トランシルバニアの船ドアラ地区のサチュルニアルのプシャ家の所有地で発見した恐竜の頭骨を贈呈した。イロナには兄がおり、そのフランツノプシャはこの発見をきっかけにウィーン大学の古生物学の学生となった。1899年にノプシャはこの頭骨をリンナソリス・トランスルベイニカスと命名した。俗名はギリシャ語で、 沼地を意味するリムからの派生で、ハドロサウルス類が沼地に生息していたという仮説にちなんだものである。種商名はトランシルバニアにちなんだものである。しかし後にノプシャは、リンナソリスの名が1872年にすでにオスニエルチャールズ・マーシュによりワニに使用されていたことに気づき、1903年に俗名をテルマトソリスと改名した。テルマもまた同じく、 沼の意味である。1910年に、バーナム・ブラウンは、ノプ社の解明に気づかず、ヘカテ・ソリスという俗名を命名しているが、これは、新山客観異名である。ホロタイプである BM、BMNHB3386 は、ハツエグ盆地にある、スンペトル層のマーストリヒチアンの地層から発見され、この場所は白秋当時のヨーロッパ多島海の島の一つであるハツエグ島であった。 標本は、頭骨と下顎の骨で構成されている。1915年にノプシャは、この種を、オルトメルス属の種をサマーストランスルベイニカスとして、分類した。しかし1980年代より、オルトメルスは、疑問名と考えられており、この種を、独自除くテルマトサウルスに戻すことにした。スペイン、フランス、ドイツで発見された断片的なハドロサウルス化の化石は、 オルトメルスのものとされきたが、現在では、しばしばこれをテルマトサウルスのものとすることがある。しかし、これらをテルマトサウルスであると証明することは難しい。また同様のことは、ルーマニアの断片的な骨と卵の化石についても、言える。テルマトサウルスは、比較的小型のハドロサウルス類であり、体長は5メートル、体重は500キログラムほどであった。この大きさについては、 東証は科の例として説明されている。ありがとうございます。